Radio Kansai Clip Clip AM 558 FM 911 Clip Friday Today's personality Samantha Anansa Urarie Welcome to Clip時刻は午後1時になりました。ラジオ関西お聞きの皆様こんにちは。ドラァグクイーンのサマンサアナウンサーです。そしてこんにちは、インスタグラマーのウラリエです。ここからの時間は金曜クリップ金クリでお楽しみください。はーい今日も自由ですね。今日も自由に始まりますウラリエさん。はい、そうですね、そう、今日も海の見えるラジオ局、うん、はい、本日も快晴でございます。快晴でございますね。なんか最近ずっと、はい、この3週目までずっと快晴ですよ、うんうん、そうですよ、悪いお天気だったことがないないなので、はい、そんなね、はい、こう景色もいい中で、はい、ちょっとお昼寝モードなんです本当は。いや、そうですよね。そうなんです、はい、眠たくなってる時間ですね。もうちょうどいい塩梅でやっていきたいと思ってるんですけれども、はい、そんなウラリエさんと、はい、今日で3回目3回目ですよこのキンクリ、はい、3回目にしてびっくりしたのが何でしょう。ラジオ関西今日入ってきて入ってきてあこれ曜日ごとに、はい、等身大パネルがそうなんですね、はい、設置されるっていうの知らんくって。私サマンサさんのもできてましたね。私どこのおばさんかと思ったら自分やったいや、ね、お姉さんでした。いや、なんかどっかのショッピング、はい、ショッピングセンターから抜け出してきたおばさんみたいなやつ立ってるわと思ってあ、私これと思って。そうですよ、そうですよ。で横にね、あのうちの松竹芸能の芦田さん、はい、芦田さんも芦田さんもいてね、うんうんうん、ほんでその一番右側にウラリエちゃん立ってて、はい、大中小なのよ。そうなんですよ。こうね、螺旋階段、なんていうんですか、こう階段状になって、階段状になってて、はい、大中小で、はい、めっちゃビッグサイズやったよ。私めちゃくちゃでかかったんですよ。裏にメガサイズやんと思って。メガサイズすぎました。それをさっき芦田さんがオープニング前にちょっとね、はい、打ち合わせのテーブルで会ったんですけど、はいはい、別の番組で芦田さん出てらっしゃるんですけど、見ましたっていうか見たわよと。はい、ビッグサイズラリエやったねっていう。そうなんですよ。ちょっとサイズ感ね、なんかびっくりしましたねなんか遠近法みたいになってるやんって言われたんですけど、あれはわざとなんかな、はい、わざとなんかな。ちょっと私も小さくしてほしいな。足屋さんはいいよ。だってもともとサイズ感がさ あんだけさ、はいはい、もうこじんまり可愛らしい感じやから さ、ね、いいけどさ、うん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 、ウラリエ的に嫌よね、リエちゃんは。そうです。大将みたいになってたで。大将なってましたね、うん、ラジカンの今日の、はい、金曜日の大将。大将、いや、そんな私一番下っ端なんでもうサイズ感で小さくしたいですけど。いや、よかった。あんだけなんか存在感が、はい、もうどやさっていう感じが出てて。そう、あれもね、あの神戸のイラストレーターのね、うん、宮子さんが描いてくださった。いや、素敵なタッチで ね、あの私が持ってるお写真をそのまんま ねあんだけイラストに起こしてくださったやなと思ったら、はい、うんうん、めちゃくちゃね特徴を捉えてくださってますよね。いや、広げる方も大変やったと思うよどういう感じでタッチで変えたらいいんかなと思ったと思うねんけど、うんうんうん、難しいですよね。そうなんです、うんうんうん、まあ、そんなウラリエさんと、はい、今日もですね、はい、今から3時間、3時間皆さんにお付き合いいただくんですけれども、はいはい、先週からウラリエさんなんか どんな感じで過ごされてたの？どんな感じ。そうですね、いや、あのインスタのことはいいのよ。後でまたコーナーでいろいろ教えてもらいたいから。そうですね、私そう、あの昨日一昨日久々に体調壊したんですよ、うん、そう、今年初めて体調壊して、うん、そう、なんかちょっと溝落ち、お腹の溝落ちが痛くなってきて、はい、でちょっと微熱出てきて、うん、やばい、今日キンクリ行かれへんかもしれへ ん。でも家近所やろ。そう、まあ家近所なんですけどまあすぐ来れるんですけど、うん、来ちゃいました。はい、でなんかそうヒゲピタを貼ってたんですけど、うん、そう妹にね、うん、あの脇の下にヒゲピタ貼ったらいいって言われたんですけど、うん、まあ私ね、はいはいはい、前回の放送で脇毛を生やしてるって話しちゃったじゃないですか。そうそう、ウラリエさんはもう、はい、毛ボボなんですよそうなんです。で話してあのでもそれ語弊があるから、はい、違うよね、はい、あのフランスカルチャーにね、あのやっぱりこう憧れを感じながら、はい、女性らしさをフランス女性から学んでるんだよね素晴らしい、それです。そういうことですよね、はい、そう、それで、ね、ちょっと脇の下にヒゲピタ貼ったら、うん、この可愛い脇毛ちゃんたちが抜けちゃうんじゃないかってちょっと心配に、うん、大丈夫やって大丈夫でした。そう、どんだけ粘着力すごいのよ、ヒゲピタの、はい、っていうなんかもう何でもない1週間やったんですけどこれオープニングでこれ言っちゃったからもうネタないよ今日。いやいやいや、ちょっとあのサマンサさんどんな1週間やったんですか。私何にもない、はい、それ聞いたら、ま、ちょっとそんなあるじゃないですか。絶対あるかな。ありますありますよ。何やってたかな。何やってました。私なんか1週間ってなんかあっという間すぎて、はい、いや、ほんとあっという間ですよね、うんうん、あ、それを言うんやったら、はいはいはい、そうやね、この前、うん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 、ドラァグクイーンさんで別の子がやってる、はい、うんうん、その YouTube があるんですけど、あ、そうなんですね、それの YouTube の定期ライブ、はいはいはい、毎週やってはる子がいてね、はい、
それが100回目記念かなんかやって、おすごい100回も、そう、うん、その記念のライブにちょっと行きました、はい、あ、出演されたんですね。出演っていうか、はい、ただご飯食べてただけ。あ、そうなんですね。そう、言いたいこと言って、食べたいもん食べて、はいはいはい、言うだけ言って 帰りましたけど。面白い。ご飯食べながらライブするんですか。いや、そういう設定を彼女たちが、はいはい、彼女彼、はいはいはい、たちが企画してくれてたのを、うんうん、なんかサマンさんよかったらどうですかってお声掛けくださったんで、行ったんだけど、はい、でもややこしいのよ、その YouTube ライブやってる子は、はいはいはい、フェミニーナさんっていう子がやってるねんけど、その方の YouTube ライブが100回記念やってん、はい、でも、うんうん、行った先はそのまた後輩のニーハオオシャミさんっていう方の家なのよ、はい、あ、お家で、はい、そうで、オシャミさんは中国で生まれたから、うん、中国語と日本語がペラペラなんやけど、オシャミさん家で、うんうん、中華を食べるっていう、なんかもうすごいややこしいやろそう、おしゃみさんが中華作ってくださったんですか。作ってくれんねん。めっちゃいいね、その格好で。すごいなすごい。そうでも、おしゃみさんは結構ね、うんうん、お料理も上手で、はい、定期的になんかお料理企画みたいなのを、うんうんうん、まあその大阪のとある場所を貸し切っては、はい、割と人気でね、へえ、そう、あのこんなのいついつやりますってすぐ完売するぐらい、うんうん、はい、手料理がお上手なんですけど、なんか私の中で、ね、サマンサさんにお話聞いてて、なんかドラァグクイーンさんってすごいなんかお料理と なんかスイーツとか作られるのお上手な方多いなって。スイーツは知らん。え、ほら、あのガトーショコラの方。ああ、イルローザさんね。そう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 、イルローザさんは神戸の人やから。あ、そっかそっか。イルローザさん神戸で、かつガトーショコラじゃないよ、うんうん、あ、ガトーショコラちゃいましたっけ。いや、ガトーショコラが上手やけど、イルローザさんがすごいのは、はい、本当は野球がすごいね。野球ですか。国際試合とかに出てたから。すごい。いや、そう、ほんで、はいはい、在阪の他の番組で、うんうん、なんか野球チーム、うんうん、にあの借り出されて、テレビでもなんかそれで野球やったり。すごい。なんかすごいのよ。すごいですね。うん、サマサさんもなんか得意料理とかあるんですか。私が何もないなさすぎて、はい、一番だから伸びしろがないよね、はい、いや、そんなことないですよ。本当にもうラジオ関西で喋ることぐらいしか、はい、私は今もう本当重きを置いてできることがないんで、ね、いや、もういろんなとこでね、ラジオもされてますし、ライブ、いやいや、ライブもね、ライブ明日やね、千秋楽がね。いや、すごいですね、うん、インスタライブもされてますしね。インスタライブは違う。インスタライブはちょっとまたね、はい、そんな大したことではないんですけど、はい、いつも見てますよ。いえいえいや、それぐらいだから、はい、オープニングでちょっとウラリエさんが、はい、冷えピタ脇毛トークを、はい、冷えピタ脇毛トーク、そう、はい、バチコンかましてくれたけど、はい、私はそこまでパンチの効いた話題はちょっとそんなそんな、はい、なかったな。いや、すいません、ちょっと いやいや、いいんですよ、はい、そんな、それぐらい飛ばしてくれる感じやから、はい、どこケロッとしてるか、そんな感じせえんかった。あ、本当ですか、うん、そうです、もうちょっとやっと復活して、うん、はい、ちょっと明日からもちょっと沖縄に行くんで。いや、いいやん沖縄。そうなんですよ。なのでちょっともう直しとかんとと思って、キンクリと。めっちゃプライベート。あ、めっちゃプライベートで、私あの平井大さんのファンなんですよ。はいはいはい。で、平井大さんのライブが明日あるんで、うん、沖縄までちょっと友達。なんか夏といえばよね、はい、そうなんですよ、もう聞きたなりますよね。もうだって向こう、はい、そう、日本で一番早い花火、はい、琉球開演祭っていう花火大会を先日もされてたから、はい、もうやってるんですか。もう夏だよ。わー、嬉しい。その花火のデザインをしてるのが、はい、ファッションデザイナーの越野純子さんなの。あ、そうなんですね。なんかご一緒されてますよね、うん、お仕事で。 ね、あの、お世話になってますけど、うん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 、日本で一番、はい、その開演が早いというか、花火のデザインを越野さんがされてるんですか。されてんねん。すごい、めっちゃおしゃれな花火でしょうね。そう、今回は、はい、そこに曲もどなたかのコラボで、はい、うんうん、だから花火見ながらその曲も多分曲に合わせて花火上がるみたいな、こうリンクさせて、わー、おしゃれみたいなのされてたと思うな。そうなんですね。毎年されてるんですよ、だからもう行ったら夏なんじゃない。いや、夏ですね。春を体感してないね。そうですね、今年、今年ね、そう、一瞬でしたね。桜も終わって、ね、桜も散るの早かったし、そうやな。でも夏大好きなんで。夏、もう夏よ、はい、夏ですよ。もうもう B さん履いてますからね。あ、本当、はい、B さん下ろした。 B さん下ろし、あの第1回目のキンクリの時も B さんでした。え、知らんかった。はい、そうなんですよ。ちょっと興味持ってみとかなあかん、はい、ちょっとだけ興味持ってもらおうかな、サマサさんに。いや、だいぶ持ってますよ、はい、あ、本当ですか、嬉しいです。私はウラリエさんのインスタはずっとだから1週間、はい、今回も見てて、 ありがとうございます。見てたけど、はいはい、私あんなに載せられへんからさ。そう、ちょっと更新率高すぎますよね。載せるもんがなくて。いやいや、もうしまいにはもう自分の靴下ぐらい載せとこうかなとかさ。靴下みたいです。ぐらいしかネタがないのよ。サマサさんの靴下みたい。靴下、うん、
今日はあの白の靴下。あ、白の靴下、うん、でもいつもなんか靴とかもすごいおしゃれじゃないですか。スニーカーとかもスポーツメーカーさんのやつです。今日はねえ、そうですよね、うんうん、あと厚底のヒールも素敵でしたけど、厚底のヒールでは運転できないですよそうですよね、車で来られてますもんね、うん、そう、うんうん、素足でアクセル踏まなんか本当にそうですね、はい、はい、そんな金曜クリップでございます、はい、そんな金曜クリップですね、はい、どんな感じですか、はい、こちらは皆さんからどんな感じでお便りいただけるんですか。あ、そうですね、お便り、はいはい、メッセージ、はい、そうですね、メールアドレスはサマウラ、はい、アットマーク jocr.jp、うん、サマウラアット jocr.jp ですね、うん、私ちょっと初めてアドレス読ませていただきました。嘘やん、あ、そうなんです、いつもサマウラさんがやってくださるから、だいたいオープニング私が言ってるもんね。そうなんです、ちょっとぎこちなかった、うん、samaura アット jocr.jp 大丈夫ですか、英語の発音大丈夫ですか。大丈夫よ、大丈夫ですか。今日はあの英語の発音は後ほどね、はい、あ、そうですよ、あのがっつりと、はい、またコーナーでご用意してますから、はい、ゲストもね、いらっしゃいます、ね、盛りだくさんなのよ。そうなんですよ、これ今日放送しきれるんかなっていうぐらい、しきれるかなってぐらいモリモリですけどね。だいたいね、うん、キンクリンで詰め込みすぎてるんですよ本当に詰め込みがちなキンクリン、本当にね、これはちょっと具だくさんすぎて、もう具溢れてるから、溢れてますよ。そうやそうや、ね、でも愛も溢れてるけどね、はい、愛も溢れてますから、それだけこう一個一個に情熱を振り注いで、はい、私ども、はい、もう誠心誠意、はい、もう全身全霊でお届けしてる、はい、そんな番組なんやったっけ。はい、そうなんです、はい、そして番組 X もありますよね、うん、こちらもチェックしていただきたいんですが、はい、金曜日のハッシュタグはハッシュタグひらがなで金栗です。はい、金栗です。金栗で、あのつぶやいていただければということなんです、はい、お願いします。あと、うんうん、今日ちらっと伺ったんですけど、はいはい、なんとラジオ関西、うん、ポッドキャストでも番組の一部がお聞きいただけるようになってますということで、はい、そうなんです、アップルポッドキャストとか、うんうん、スポティファイとか、はい、各種そういった媒体ご存知ですか。知ってます。あそこで検索していただくと、うんうん、各種ポッドキャストサービスで聞くエリアを問わず聞くことができるらしいんですよ、はい、なのでね、ぜひポッドキャストを、うん、ちょっと聞いてみようかなっていう方、はい、ラジオ関西のホームページの一部リンクが貼られてあるみたいなんで、そっからも飛べるようになってるみたいで、はい、全部ではないんですけど、はい、例えばキンクリのこのコーナーみたいなのが、うん、そこに行くと、はい、聞けるみたいなので、聞いちゃうみたいですよ。やってみた？まだちょっと聞いてないです。それちょっと仕事舐めてるよね。あ、すいません、ちょっと終わったらすぐ聞かせて。なんでちゃんと、なんで聞かないのそれ。自分たちの話を。すいません、ちょっとポッドキャストで聞けるのマスターに今知りました。ほんまに。はい。っていう私も聞いてないんですよ。あ、聞いてないですか。じゃあちょっと後で聞きましょうか、終わったらね。いやいや、はい、聞いてみなあかんなと思っててさ。そうですね、本当に本当に。どの部分が残ってんねやろ、ポッドキャストに。でもちょっと噂によるとオープニングって言ってたから、今日の。そうなん、はい、ウラリエの脇毛のとこじゃなくて。ウラリエの脇毛のとこカットしてほしいな。あれは絶対永久保存版よ、はい、え、ほんまですか。そう、いや、めっちゃいらないですけどね。永久脱毛しないけど永久保存版よ。うまい、うまい、本当にフォーエバーヘア。いや、フォーエバー英語で、うん、フォーエバーヘアでお送りしていただきたいなというところなんですけれどもね、はい、この番組ね、うん、クリップはですね、うん、はい、面白トピックや地域ニュース、ライフハックにエンタメ&お出かけ情報などなど、あなたの好奇心をくすぐる情報をクリップしていきますね。はい、ラジオ関西のトピックサイトラジトピーとも連動しているので、うん、チェックよろしくお願いします、はい、そして今週のメールテーマは、はい、あれ復活してほしいです。はい、あれね、あれですよ、うん、はい、いつも食べていたあのお菓子やお気に入りのアイス、必需品だった神や必需品だった文房具、うんうん、毎週の楽しみにしていた番組などなど、はい、復活してほしいものを大募集しています、うん、はい、私たちがねここで声を上げると、もしかしたら復活するものもあるかもしれません、うん、はい、サモンサさん何かあります？私ね、うん、ちょうどこれも先月の YouTube ライブで私勝手にやったんやけど、はいはいはい、チェルシーがなくなるって聞いて、うん、チェルシー買った。あ、え、買えたんですか。買えてん、ギリギリ。すごい。でそんなアホみたいな金額じゃなかったし、はいはいはい、普通に買えたし、ネットで、ネットで注文して届いて、もうしばらくだからもう噛み締めて過ごそうと思って。でも賞味期限あるから。いや、そうですよね、噛み締めたかってさ、それまでに消費しなあかんねんけれども。そうですよ、なんか、はい、そう。でもちょっとチェルシーの話広げると長くなっちゃうからあれなんで、はい、時間の都合上割愛するけどね、聞きたいな。けどなんかそういう、はい、なんて言うんだろう、代表するようなメーカーであったりとか、はいはいはい、そういったものだけではなく、はいはいはい、私は例えばそのチェルシーがなくなるの寂しいなって思って、うんうんうん、チェルシーの話題になりましたけど、はいはいはい、それ以外に例えば、うん、あの場所なくなるとか、例えばお店とかでもそうじゃないですか、ね、いろんな都合でもね、のれんを閉じますとかあるし、うんうん、あと
路線とかでも電車でもうあの需要がなくてっていうので、でもそこってすごく歴史があるんですよとか、いろんなそういった復活してほしいってものって皆さんそれぞれにあると思うので、もしくは廃校になった学校だったりとかね、なんだろうね、いろいろあるよ ね、 ね、今日もなんかそれについてたくさんメッセージいただいてるみたいですよ。早速来てるんですか？めっちゃいただいてるみたいで、なんかそんな感じも、じゃあ楽しみにお送りしていこうと思います。行きましょう。でもう一度だけお伝えしておくと、メールアドレスはサマウラアットマーク jocr.jp、samaura@jocr.jp でございます。そして、サマンサのサマとウラリエのウラリエで、ウラでサマウラ、サマウラというあのアドレスになってるんですけども、X のチェックしていただくのと同時に、ハッシュタグもよろしくお願いします。ハッシュタグはくどいようですが、ひらがなでキンクリになっております。それでは金曜日クリップ、今日もこの後午後4時までぜひお楽しみください。